チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。深川康則です。はい、今日はお邪魔してます。赤尾由美です。よろしくお願いいたします。いや、本当にね、私の今回の、はい、まあ、シリーズがね、愛国者のための東京案内ということで、はい、まあ、愛国者ね、愛国といえばもう赤尾便、赤尾便といえばもう赤尾便、はい、すいません、ということでね、すいません、お邪魔しております。赤尾由美さんにね、はい、まあ、今回はですね、はい、もうぜひとも来ていただきたいということでですね、はい、お願いして、まあ、事前にねこの本も、はい、読んでいただいて、読ませていただきました、もうね、大変面白かったです。はい、まあ、トーク形式でね、はい、お送りしたいと思います。でもなんかご質問とかね、はい、終わりだということで、はい、まず私の、読んだ感想から、ね、申し上げてよろしいですか。率直に本当に驚きました。いろんな東京案内ということで、まあ、14章ですかね、はい、まあ、いろんな街のご案内があるわけですけれども、その街の案内のみならず、本当に歴史的な背景、あと宗教、文化、芸術、あと建物に関しても結構いろいろあって、でまさにその深川さんの人生が詰まってるような本でして、まあ、いろんな視点から東京が楽しめたということで、すごく勉強になりました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、私もね、本当遺書のつもりで書いた。遺書、そうなんですか。遺書のつもり、はいはい、なので今日ちょっとまずは書かれた本当に、まあね、遺書っておっしゃいましたけども、もうちょっとその背景とか動機をお聞かせいただければと思いまして。で、実はですね、まあ、この本、まあ、こういうタイトルがね、愛国者のための東京案内というタイトルがついてますけれども、しかしですね、これは元はといえばね、私はその文明、日本文明をね、書きたいという思いが強くありましてですね、それで、本当はですね、日本文明が世界を制すみたいなね、そういうちょっと大胆なね、タイトルで自分なりに書き始めたのはもう4年近く前なんですね。そうですか。で、まあ、それ半年ぐらいで書いて、でそれをね、まあ、いろんな出版社に持っていきましてね、で、まあ、扶桑社さんにね、はい、まあ、運よく引っかかって、はいはいはい、それで、まあ、その日本文明が世界を制すちょっとね、大きすぎるなということでね、だんだんとこう削られていってね、で次にそのまあ、天皇とね、そして、天皇とアートと東京というタイトルに、まあ、自分なりにね、こうちょっと整理したんです。天皇とアートと東京、はいはいはい、ね、で、まあ、それもちょっとね、それでもまだまだ、まあ、拡散してるというかね、ということでですね、結局ね、もうその中の、まあ、東京にね、絞るということになったんですね。で、まあ、こう東京案内と、はいはい、全然自分ではガイド本を書くという、ね、気持ちはなかったんですけどね、まあ、そういうね、いきさつで、東京案内と、はい、ただ東京案内じゃね、まあ、つまらないということでね、そういう、まあ、愛国というか ね、そういう保守の視点をね、はい、やっぱりきちんとね、色濃く、はい、出さないとというようなことでね、はい、愛国者のためのっていう、まあ、これは出版社の方でね、はい、つけていただきましたけどね、とてもいいと思います。でね、本当にね、なぜ文明に私がこだわるかといったら、はい、まあ、ちょっとここにねお持ちしてるんですけどね、文明の法則というのを93年にですね、失敗いたしまして、39歳の時だったんですけどね、で、まあ、これを書いたのはやっぱりアメリカに、まあ、ちょっとね留学って言いますか、3年ちょっといまして、はい、そして戻ってきて、やはり、まあ、日本の文明とかね、まあ、天皇制とかですね、そういう問題に対して非常にね、こう考え方がだいぶね、まあ、深まったというか変わってきたっていうかね、そういうこともあってね、やっぱり文明について書きたいなということで、この文明の法則というのを書いてですね、で、まあ、ちょうど96年だったですかね、ハンティントンというね、有名な、文明の衝突、はいはいね、あれ96年でしたか。96年だったんですよね、まあ、そういう影響も受けて、それまではですね、1960年代ぐらいまではこれトインビーがですね、日本文明というよりは、まあ、亜文明ですね、日本文明という括りじゃなくて、中国文明の亜文明、そういう括りで、当時ですね、
言われたんですが、ハンティントンになって初めて日本文明という言葉がね、出てきまして、まあ自分をね、まあ、そういう視点で書きたいなというところでね、ずっと来てるんですよね。現在もそうなんですよね。はい、まあ、本当にそこはすごく共感します。私もその、はい、日本こそ日本の大調和が世界に広まってこその地球だと思、うん、思ってますので、そこはもう本当に大いに、ね、共感いたします。それがまあ日本のね、はい、その貢献できるね、そうですね、うん、運営じゃないんでしょうかって、はい、うん、で様々な14章にわたって、まあ、こういろんな町が書いてあるんですけども、はい、深川さん自体はこう個人的にはどの町に思い入れがあるというか。そうですね、はい、私はもう、まあ、この本でいけばですね、はい、第2章あたりのね、はい、大人の散歩コースっていうのがあるんですけどね、はいはいはい、ご存知ですか、まあ、ご存知っていうか赤尾さんはね見ていただいて、はい、ると思うんですけれども、これね95ページあたりなんですね、はいはい、第3章にね、この本の代々木神宮外苑というところでね、書いてあるんですけどね、まあ、これはですね、神宮を抜けて北参道、ね、北参道からずっとね、千駄ヶ谷方向に、ね、抜けていって、はいはい、まあ、最後は国立競技場ね、うん、今回の新国立競技場に至るコースなんですけどね、うん、で、まあ、なんでここにね、まあ、私、まあ、ここに書いてるね、もう街は全部私気に入ってる街、はいはいはい、だから書いてるんですけどね、はいはいはい、まあ、取り立ててね、一つ言えって言ったら、まあ、そうなるんですね、でなぜかって言ったら、はいはい、そのちょうどですね、私は30代30前後の頃、うん、そのあの辺で働いてたんですね。ああそうですか、はい、代々木原宿千駄ヶ谷という、このゴールデントライアングルってね、俗に言うんですけど、ね、はいはいはい、私が勝手に言ってるそうなんですねまあこのね、なんか大麻のね、密造地域みたいなね、響きがあって、ゴールデントライアングル、はい、これ、ね、実は私ヨゼミで、はい、英語を教えてたことがあったんですね、はい、30代、30前後の時にね、そこでもうそれこそ代々木原宿、はいはい、千駄ヶ谷と、はいはい、まあ校舎がそれぞれありましてね、だからそこをぐる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 ね行ったり来たりこうしてて、それがまあ若い、自分で、はい、だからその頃の思い出もこう重なって、な、ね、それが気に入ってる街なんです。あ、なるほどですね、村上春樹のね、ジャズ喫茶なんかもね、はいはいはい、鳩の森、神社のね、はいはい、そばにあったりしてね、はいはい、ちょっと面白いっていうかね、はいはい、しっとり落ち着いてるんです、うんうん、けれどもなんかこうね、ポップな感じもするという、うんうん、そういう街でして、そして共産党本部もあるし、ありますね、はい、なんかもうすごいね、はい、いかつい、はい、建物にね、帰りましたけど、神宮寺、ね、神社がすぐ近くにあるにもかかわらず共産党もあったりしてそのちょっとね、斜め後ろにドコモタワーがね、はい、とってもいいね、はい、こう景観なんですけどね、はい、まあ、そういうね、面白いね、うん、街だなということでね、うん、まあ、気に入ってるんですけどね、はい、まあ、私自身は東京生まれ東京育ちなんですけども、ね、全然知らないことばっかりで本当に勉強させていただいてます、でなんか今日は序章の方 の、 続きを、うん、またお話しいただけるということでしたけれども、はい、それとなんかご質問があったんでしたっけ。もう言っちゃっていいですか、最初に。いいですよ。まあ、終わりの方に今後の東京っていうことで、いろいろこう構想が終わりのようで、はい、ここですごく面白いなと思ったのが16、はい、国まとめるという市ですね、はい、市にまとめるという、構想がとても面白いなと思って拝読したんですけども、これはね番外編というところでね、はい、まあ、編集者はねもうこれ書くなってね言われちゃうここが一番いいとこですよ ね、 でしょねもうね編集者はねもうちょっとトーンが違うからね、こういうね、ことは書くなみたいなことで、で私はね、まあ、番外編ということでね、このネオ中世という時代に合わせていくっていうね、時代認識が、はい、私はもう89年のバブル崩壊からね、新たなる中世にね突入しているという考え方なんですね。だから集中から分散へと、ね、で今回はまあコロナが
ね、コロナショックがあって、まさにそれこそ ね、うん、自ら添えと、はいはい、こういうね、はい、やっぱり流れがね、はいはい、確実に起こってるなと、はいはい、いうことでね、まあその、90年代ぐらいからね、私も盛んにいろんなところでね、やっぱり分散化していかなければいけない。ただあの東京というところがですね、まあそのもう23区制っていうのがもう70数年、うんはいうん、ね、80年近く、はい、続いてるんですけれども、で、そのやっぱりですね、再編が必要じゃないかなということで、私なりにですね、ちょっとこれを拡大していただけますか。16市構想ですね、うん、これ、はい、TMDというふうに書いてるんですけどね、これはあの東京メトロポリタンディストリクトっていうんですね、この中心部はですね、まあ、そういうあのどこの自治体にも属さない、もう国の直轄のですね、あのディストリクト、ワシントン DC みたいな、ね、形でね、千代田区を中心として作る、まさにへそですね、うん、で、それと16の市にね、分けるという考え方なんですね、でまあ例えばね、赤尾さんがお住まいの豊島区はどうなってます、はいはい、北区と板橋区と合併でございます。そうなんです。これがね、まあ、地元の人がどう思うかとね、いう問題もあるんですけどね、はいはい、そういうふうにですね、合併するとこと、まあ、世田谷なんかはね、もうタイプですからね、うんうんうん、あの足立とかですね、うんうん、これはまあそのまま、うん、ということでですね、まあそれなりの、 こうあのコンテクストですね、来歴にこだわりながらですね、うんうん、整理すると、うん、まあ、16になるんではないかということで、はいはい、まあ、これはもう2001年から私は提言してますよ、うん、なるほどですね、前作からそういうふうに書いてますけどね、うん、まあ、そういうあのこれはまあ番外編で、またそこをね、うん、ご覧になっていただくとね、うん、分かると思いますけども、そういう考え方ですね、はい、思っております。これは昔の江戸も、まあ、15ぐらいのこう町が、ね、15ですね、ありましたか、まあ、そこを、まあ、ちょっともまた拡大しての、そうなんです、まあ、リアル東京という考え方もね、はいはい、私は持ってますけどもね、はい、まあ、そういうことでね、まあ、新たなる提言もしながら、はい、東京の案内もするということで、はい、はい、ということで、まあ、あの前半はこのくらいで、はい、また後半、はい、赤尾さんにもご質問をね、はい、いろいろとしたいと思っております、はい、ありがとうございます。